プロイセン領ポーランドは旧ポーランドリトアニア共和国領のうち18世紀後半のポーランド分割でプロイセン王国が獲得した地域プロイセンは西ポーランドの14万1400平方キロメートルに及ぶ領土を獲得した1772年にロシア帝国主導で第一次分割が1793年に第二次分割が そして1795年に第三次分割が行われ、以後123年間にわたり、独立国家ポーランドは地上から姿を消した。プロイセン王国は3度のポーランド分割すべてで領土を拡大した。ポズナンに入るヤンヘンリク・ドンブロフスキ1772年の獲得地域は、かつてドイツ騎士団が支配していた地域の西半分にあたる。 大量プロイセンとほぼ重なる。フリードリヒ二世は、新領に57,475世帯のプロイセン人を入植させ、新領土の支配を確固たるものとした。同時に、行政言語として、王国本土と同様に、ドイツ語が普及し、ポーランド語が隅へ追いやられる契機ともなった。1793年、プロイセンは、グダニスク、トルン、1457年以来の、 ポーランド王官僚の一部を獲得した。併合されたビエル・コポルスカでは、翌1793年に、ヤン・ヘンリック・ドンブルフスキラ学ヤビで放棄したが、ロシアと戦っていたコシチュシコがマチェヨびつへの戦いで、ロシア軍に捕らえられると、こちらの反乱も収束した。1795年の第三次ポーランド分割では、プロイセンは、ポドラシェとマゾフシェの残部、それに、 ワルシャワを獲得した。なお、約20年後にワルシャワは、フリードリヒビルヘルム賛成により、ロシアに割上されている。1806年、フランス帝国のナポレオン・ボナパルトに協力していた、ドンブルフスキラは、第二次ビエル・コポルスカ放棄を起こした。第四次大仏内同盟に参加していたプロイセンが、ナポレオンに完全敗北を喫した後、フランスは、 第一次分割領を除くプロイ占領ポーランドを中心にワルシャワ公国を衛星国として建設した。しかしロシア遠征に失敗したナポレオンが没落すると1815年のウィーン会議でワルシャワ公国は廃止されこの地域はプロイ占領に戻った。第三次ビエルコポルスカ放棄中のミオスワフの戦いドイツ帝国ドイツ帝国内の ポーランド人住民の割合1846年、ルドビク・ミエロスワフスキ率いる、第三次ビエル・コポルスカ法規が勃発した。この反乱は、ポーランドを分割した三国すべてに対するものだったが、失敗し、254人のハントがベルリンで大逆罪の罪に問われた。同年には、ポズナン周辺でも反乱が発生し、2年後の1848年には、 諸国民の春の一部としてポーランド国会委員会、率いる第四次ビエル・コポルスカ放棄が起こった。しかしこれもプロイセン軍に鎮圧され、1500人のポーランド人がポズナン城に投獄された。そして1918年、プロイセンの後進ドイツ帝国が第一次世界大戦に敗れて革命が起き、解体したのを見た、ポーランド人は第五次ビエル・コポルスカ放棄を起こし、 ついに、ポーランド第二共和国として、再独立を果たした。プロイセンの拡大。黄色の部分が、ポーランド分割で獲得された領土。18世紀後半に繰り返された分割によって、ポーランドを獲得した当初、プロイセン当局は、現地の民族や、言語的な問題に特に大きな関心を払っておらず、現地のポーランド語の運用にも寛容であった。 裁判記録はラテン語とポーランド語で取られるべきとされ、裁判そのものはラテン語とフランス語で行われることが定められていたが、現地語の通訳が付けられることも定められていた。その後、プロイセンはナポレオン戦争で一時的にポーランドを喪失し、ウィーン条約によってかつて分割したポーランドの一部を再び領土とした。ウィーン条約は ポーランド国家の復活を認めなかったが、プロイセン領内におけるポーランド人に対する一定の配慮をプロイセン当局に要求した。1830年代に入ると、このような状況は一変し、極端なドイツ化政策が推し進められた。1832年には、プロイセン領ポーランドのポズナン大公国で言語令が発布され、行政言語がドイツ語と規定された。 このような政策は政策担当者によって強弱が変動したが、1850年代には法律の完全なドイツ語化や中東教育機関であったギムナジウムにおけるポーランド語の使用が排除されていった。それでもプロイセン政府によるドイツ化政策は当初はおおむね政府、行政機関のドイツ化であった。しかし、1871年にドイツ帝国が成立すると、 プロイセン両ポーランドもその一部となり、ポーランド人たちは激しいドイツ国民化にさらされるようになった。もともとプロイセンとポーランドは宗教などで相入れない部分が多く、ビスマルクの文化闘争などに対しては大規模な騒動が起きた。フリードリヒ2世は第一次分割で獲得した領土のドイツ化のために30万人に上るドイツ人を入植させた。しかし、 プロイセン政府の意図に反して社会の少数派弱者となったポーランド人は組織性を増しむしろポーランド国民意識が高まる結果となった教育面ではプロイセン領ポーランドはロシア領やオーストリア領のそれに比べて高い水準にあったが同時に過激なポーランド語排斥とドイツ語の導入が推し進められ1901年から1904年に ドイツ化に反発して起きたブジェシニャ子供ストライキに対して当局はドイツ語教科書や宗教教育を拒否したものを迫害し、投獄するなど締め付けの強化で答えた。プロイセン政府の政策により、プロイセン領ポーランドは旧ポーランドで経済的に最も発達した地域となった。ドイツ政府は効率的な農業、工業、制度や運輸産業を支援した。 プロイセンは、第一次分割では3万6千キロ平方メートルの領土と約60万人の人口を獲得した。第二次分割では5万8千キロ平方メートルと約100万人。第三次分割では5万5千キロ平方メートルと約100万人を得た。全体としてプロイセンは、旧ポーランドリトアニア共和国の2割に当たる領土と23%に、 当たる人口を手に入れたことになる。歴史的地域を考えると、プロイセンが獲得した領土の大部分はビエル・コポルスカに当たる。プロイセン王国は3回のポーランド分割で得た領土を以下のように区分した。行政区画は時と共に変化した。また、ポズナンを中心とするプロイセン領ポーランド西部には1815年にプロイセンとの同訓連合として、 ポズナン大公国が建てられたが、1848年以降、ポーゼン州に改められた。ありがとうございます。